はい、皆さんこんばんは。週明けイレブンの第84回放送、本日12月2日月曜日でございます。ライブ配信スタート。ただいま時間7時55分。今夜は9時半までには84回放送を終えようと思います。テキパキいきましょう。それではいつものアシスタント、 MC アシスタント、マナちゃん、こんばんは。じゃあ早速ですね、ヘッドラインニュース J リーグ編からマナちゃんに読んでもらいます。お願いします。はい、J リーグヘッドラインです。デロイト・トーマツが、JFA のガバナンスを強化、J1 マリノスがフロンターレに4発快勝、4度目の優勝に王手、J リーグ、昇降格戦線も最終盤に、トゥーリオが引退関係、ビールを飲んで10キロ太る宣言、ビーチサッカーのラモスジャパン、ワールドカップ準決勝敗退、ピックアップは、J リーグ昇降格戦線も最終盤にです。2019シーズンの J リーグも J1 と J3 が残り1節、J2 はすでに昇格プレーオフが開始されています。12月1日時点で昇格を決めているのは柏レイソル、横浜 FC と、キラバンズ北九州の3クラブ。一方すでに来季の降格が決定しているのは FC 岐阜とジュビロ磐田、松本山雅の3クラブです。マナちゃん、ちなみに、これ私へのメッセージね。J1 クラブが J2 に降格すると、どんなことが待っているか知っていますか？知らない。ダゾン中継で出場選手の走行距離スタッツが確認できなくなるんだよっていう答えなのね。はい、以上の5本です。はい、ありがとうございました。なるほど。いろいろですね。深掘りしたいな。特に1本目ガバナンス深掘りしたいな。でも時間がない。 R ニュースに行きましょう。まるちゃん、次のヘッドラインニュース R リーグ編お願いします。はい、 R リーグ編です。JFL 終了、琉球ドラゴンズ降格へ、市原カップ東京ユナイテッドが優勝、KSL カップ、おこしやすが14対1で準決勝へ、FC 大阪、三重が100年構想クラブ申請へ、5番、奈良が、観客水増し疑惑、その中での、ピックアップは5本目のニュースですが、何なんでしょう、これは。よろしくお願いします。ニュース解説は してないんですよね、まるちゃん。読んでないのね。これは何なんですかっていう参謀長の質問ですもんね。これね、11月の29日の金曜日にツイッターで突然ですね、大和鹿をなるですね、おそらくこれ匿名だと思うんですけど、人がいつだっけ、3月の JFL の奈良対ホンダロック戦のね、メインスタンドの画像をパポンと上げてね、で、その大和鹿尾が測った人数はこれで、公式記録はこれだっていうのを出してるんですけど、おやおやみたいな、ちょっと一回世間がね、世間というかサッカーファンがね、見つけてね、どうなってんだってなって、でそれがいわゆるもしかしたら観客をね、公式記録は実は水増ししてるんじゃないかみたいなことが、まだまだ SNS 上だけでこうぐる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 憶測が回ってるっていうのが、そんなことが起きてたんですよ、金曜日から。でもね、高校生のマナちゃんにですね、これを詳しく参謀長が説明するのはですね、時間が多分3時間ぐらいの講義、高校で言うとね、もう午前中いっぱい講義しろぞっていうぐらい時間が必要なので、この後ですね、
9時半から週明けプラスっていうのをやるので、まなちゃんが家帰った後に週明けプラス見てもらえれば詳しくそこで、このニュースの解説をしたいと思います。ということで、この週明けイレブンの生放送中のヘッドラインニュースでは、これ以上喋っている尺がないので終わりです。はい、視聴者の皆さん、多分週明けイレブンで参謀長がこの5番目のニュースを詳しく喋るんじゃないかと思って今見ていただいていると思うんですが、9時半から週明けプラスやりますので、週明けプラスでここだけの話をちゃんとニュース解説しますので、しばし週明けイレブンの生放送、これから特集始まるんでお付き合いください。はい、皆さんのチャットは私読みながら今生放送してますからね。はい、とうとうそこに踏み込むのか点点点と書いた鶴さがみさんがいたと思えば、青タオルさんが引っ張る参謀長というね。はい、では特集というか先週のですね83回放送のここで落ちる人多そうってね、なんだ喋らないのかいっつって、もうライブを見ない人が続出するという心配されてる書き込みがあるんですが、週明けイレブン、重たい週明けの気分をちょっと明るくというコンセプトでやってる番組なので、ここから始まる特集はですね、気分をちょっと楽しくする特集が続きますから、ぜひ落ちずに見てほしいんですが、先週の83回放送で、地域決勝ですね、 J ビレッジで行われた3日目の試合の2試合、1試合目確かいわきと福井で、2試合目が、高知ユナイテッド対興津京都、まあこれダイジェストも全部先週特集でやったんですが、先週の放送枠に入りきらなかったですね、高知対京都の試合後の両チームのコメントがこれから見ていただきます。まずこっちの特集からやります。短めのゴールシーンだけ、ゴールシーンを中心にした2試合目の京都高知のダイジェストからすぐインタビュー始まるので、特にゴールシーン見ながら喋る必要もないぐらいと思うので、はい、じゃあ早速見ましょう。インタビュー割と長い、30分間ぐらい、そうですね、たっぷり見てください。7人ぐらい出てくる、7人出てくるそうです。たっぷりご覧ください。 VTR スターティン。予選リーグ予選ラウンドからその日のベストコンディションで臨める選手を選択していたというところで、
まあ、当然チームの戦術とどういうふうに戦っていくかというところもありますけど、自分の中で自分たちの中で考えられるベストの人選というところは常に意識していたというところで、まあ、あらかじめ選手第1戦、第2戦、第3戦で誰が出るというのは事前に決めていたわけではないです、うんうん、まあ、精神的な疲弊の部分もありましたし、まあ、パフォーマンスが、まあ、前日のトレーニングも含めて当然選手はベストを尽くしてやってくれているというふうに考えてましたけど、この試合のそうですね、ベストだと思った先発にしたって感じですね、うんうん、そうするとそのこうずっとリーグ戦の中からこう、まあ、勝利をつかみ取れる戦い方っていうのをずっと監督は追求してきたということで、そこに徹してきたということでお話しいただいてますが、イメージプランの中には入っていた。そうですね、その、まあ、リーグ戦の時から外国人選手が先発で出続けたわけでもないですし、その日本人選手だけで臨んでいる試合も多くありますので、なので、まあ、結局コンディションとチームの戦術とどうハマるかっていうところだとメンタリティの状態っていうのをしっかりと考慮した上で、選んでいるっていうことなんですね。当然外国人選手の競技的な強みっていう身体能力の強みっていうところもありますけど、まあ、日本人選手の組織だった、まあ、守備であったりとか連携連動っていうところも自分たちの強みだと思っていたので、思っているので、まあ、そこの部分は自信を持って送り出したっていうところですね。いや、あの予選ラウンドの3戦目に関してはコーチさんが全てを出し切ったっていうふうには考えてなくて、当然事前の試合の他会場の結果であったりとか、はい、そういうところも状況によって判断は入ったと思うので、予選ラウンドの結果がそのままじゃ決勝ラウンドのパフォーマンスに反映されるかといえば、まあ、間違いなくそうではないというふうには考えてました。まあ、監督自身は2度失敗しているということを再三おっしゃっていますが、3回目成し遂げることができなかった、その中で、まあ、試合が終わったばかりですけれども、次挑むということがあった場合にさらにその突き進むべき道っていうんですかね、追求する道っていうのはまた明確になっていく感覚みたいのは今の段階で結構なんですか。そうですね、まあ、もう一回そのチームに何が足りなかったのかっていうところは改めて振り返ってみなければいけないなというふうには考えています。ただその、まあ、今大会だけではなくて今年1年間チームとして掲げてきた部分と本当に成長してきた部分の、まあ、意識してきた部分というところで、例えばそのセットプレーの失点率だったりとか自陣エリアのロストからの失点っていうのはこれまでの反省を踏まえた中でかなり減らしてきたつもりであったわけで、あとはそのレフェリーに対する意義であったりとか、はい、もうセルフジャッジすることなく下された判定をすぐに受け入れて切り替えてプレーしていこうっていうところをと、まあ、切り替えだったりとか球際だったりとか強度をより高めて、どのチームよりも走るし、どのチームよりも足を浮かせる前を見て戦う姿勢を見せたいというところが、まあ、戦術以外の部分のマウンドの部分だったりとか、そういうところを大切にしてきたんですけど、まあ、少し最後の最後にセットプレーからの失点、自陣のロスト、ミスからの失点と、でまあ、本当にイギリスでイエローも最後出てしまったというところに関しては、やはり自分のマネジメント力というかチーム全体に選手一人一人に
しっかりとそこの部分を伝えきれなかった、隙を作ってしまった部分が結果としてさらに生まれてしまったのかなというふうに思います。まあそのシーズン、この今年のシーズンを振り返って、まあ、監督は、まあ、チームを率いられて、まあ約3年の中で今年のシーズンを評価するとしたらどういったシーズンですか？本当選手たちはチームのやり方であったりとか戦い方で考え方、組織的なマインドの部分も含めて本当によく頑張ってくれたなというふうに思います。今日の試合でもやっぱり自分たちの戦い方を信じて、やることをぶれずに戦ってくれたというふうには考えています。なので本当にこう1年かけて少しずつやっぱり苦しい試合も乗り越えてきましたし、まあ、この舞台に入ってこれて、この舞台の決勝ラウンドに立ち上がってこれたというのも本当にどんどんたくましくなって、成長していってくれたなというふうに思ってます。なので本当選手たちには感謝してますし、まあ、そういった選手たちやこのクラブを本当にサポートしてくれたサポーターの皆さんだったり、スポンサー、株主さんの皆さん、あとは本当クラブのフロントスタッフも本当にこの JFL 昇格のために全員が力を注いでくれたので、まあ、そこにやっぱ JFL 昇格っていう結果を届けられなかったことを本当に申し訳なく感じています。ですね、まあ、やっぱり簡単な大会ではないっていうのは、まあ、初めから分かってたことですし、まあ、最大限の準備もね、一番してきたし、まあ、今クラブも選手たちも、まあ、多少放心状態だったとはあると思うんですけど、まあ、こういう経験って本当に、サッカーしてる人になったので本当に数人しかできないことだと思うんで、そうですね、まあ、その外国人選手の良さとね、日本人選手の良さっていうのは、まあ、それぞれ違うところがありますし、はい、まあ、外国人選手用のボール出しをしてしまって、うん、まあ、なかなか、ね、選手の判断っていう部分では、うん、まだ未熟だったのかなっていうところは、うんうん、あるんですけどね、強度の部分では本当にどのチームよりも ね強かったと思いますけど、まあ、それだけでは特に主からこうになった時にどの選択肢で時にいつもじゃあエリックだイブラヒムがいる時は そこって決まることにあったと思うんですけど、そうじゃない時はそうですね、それがだんだん対策されてきた時とかですよね、やっぱり引き出しってやつですよね。そうですね、そういう時に判断をそれぞれ、ね、変えて、その相手の穴を探したりっていう、まあ、部分が足りなかったのかなと思いますし、まあそこも伸びしろかなと思いますし、まあ、だんだん修正はできてる感じだったんですか？そうですね、試合中、まあ、後半の押し込みの時点で、どっかで、我慢しながら行ってんと思いましたけど、まだ 1-0 の 0-1 の状況だったし、ね、彼ら3人が投入する前まで多分最後の その勝本さんが下がる前までずっとここのここでねあったじゃないですか、もう何度もあったからもう少しだいよいよっていうあれじゃないですか、僕は見てたらこれで追いつくかなって思ってたので、まあでも今までも外国人選手も救われてましたし、ね、そうですよね、まあ、結果は、まあ、流れがね、まあ、2点目3点目ってそういう結果ね、そうです、そのベンチ下がってから見ててあれ痛かったなと思って、3人入れてから1分後ぐらいにカウンターですよね。そうですね、まあ、結果論になりますけど、まあ、今まででも結城さんの采配は本当ズバリですよ、だからいよいよ勝負に来たなと思って、はい、このシーズンですよ、ね、ズバリだったんで、まあ、誰も何度も、ね、疑ってませんし、ですよね、だから、まあ、結果的にそうなってしまいましたけど、まあ、選手も、まあ、そんな疑問に思う人もいないですし、ですね、まあ、言ってみれば前半後半途中で僕らが1点取らなきゃいけなかったですし、ほんのちょっとのところですね、いわき、まあ、1位で JFL いきますが、いわき若い選手ばっかりじゃないですか、勝松さんはどう見てましたか、いわきは、まあ、特に京都いわき戦っていうのもいわきはやっぱ強かったですね、いわきが今シーズンやった中でやっぱ一番強かった、起こし出すの特徴である強度を、うん、まあ真っ向勝負で50-50かちょっと超えてくんじゃないかっていうね、強度で負けたのは初めてだったですか、やっぱり、まあ、
と八木さんのやり方っていうのが本当に 強いと思いますし、まあ、僕も、まあ、少し上のカテゴリーでやらせてもらってましたけど、はいはい、それでも以上の強さはあると思います。もう13ぐらいだったらっていうね、うん、いい勝負できちゃうんじゃないかみたいな思いますし、まあ、選手が何より自信持って そのスタイルのサッカーを貫いてるって思うし、プラス個々の、ね、技術が高いので、うん、知ってる選手も多いですし、本当に僕このアイゴスト時代からコーチになれると5年目なんですけど、でもう今現在一緒のチームで5年目にいるのは翼だけなので、本当になんて不思議な気持ちって言って、まだ実感が湧いてない状態 でそれでいつも寮母さんの山本俊さんっていう人がいるんですけど、もう本当その人と共にずっと生活をしてきて、そのバイエルン寮っていうところに迎えたん でその人からいろいろ絶対 JFL 昇格って言いながら毎年毎年負けてしまって、それで本当になんか情けないっていう気持ちがずっとあって、で今年始まった時に新加入の選手がすごくこのチーム思いで仲間のために走れる選手がいっぱいいて、コミュニケーションがやっぱりできていて、チームワーク的にはこの5年間でもう群を抜いてるって僕は思ったので、これなら JFL 上がるんじゃないかなと思ったら、もうその勢いのままJFL に上がることができて報われました。チームワークがいい、チームのために頑張れる選手がいるっていうのが、はい、そういう風な雰囲気にチームがなっていくと一番変わってくるのっていうのは何なんですか、ピッチ上で。例えばそのチームが失点しましたと、でもそういう時にベンチにいる選手、メンバー外の選手、その人がすごい声を出してくれたりとか、で中の選手も今まで通りならしょぼんってなってしまうところがあったんですけど、でも今年のチームはその外の人たちの声とか、まだ全然やれるぞっていう声でまた力をもらえて、それでいつもやったらもうしょぼんってなっていくユナイテッドだったんですけど、でも今年は本当にもうみんなの力でまだまだいけるっていう、跳ね返す力がある、跳ね返す力が本当に強いと思いました。それは決勝ラウンドの参戦、そして1次ラウンドの参戦というのを振り返って、どんな大会だったなというふうに思いますか。そうですね、まあ、チャンピオンズリーグ自体は、まあ、3度目の挑戦で、2枚で持ってけよ、2枚で、で1次ラウンドのコーチだったので、そこは本当に自分たちの中ではすごく大きかったです。コーチラウンドで、まあ、最終戦を起こしやすに0対2で負けてしまったんですけど、まあ、そこで初めての決勝ラウンド進出を決めれて、本当にコーチの方たちの応援のおかげで、この J ヴィレッジまで連れてきてもらったので、まあ、初戦は岩城さんに 0-3 で負けてしまいましたけど、まあでも本当に何ですかね、福島まで応援してくださる方もいましたし、たくさんいましたし、コーチでもたくさん応援してくれてる方がいたので、もう僕たちはまあその人たちのために全力で戦うっていうことだけを考えて戦いました。横田選手はマイホスト時代から、はい、まあ、コーチ長くもうプレーしてるし、このクラブが JFL に行きたいという気持ちを強く持っているということを、はい、もうずっと感じながらプレーしてきたこの数年間だったと思うんですが、はい、まあ、この先このクラブがもう JFL に行くことがほぼ決まりました。この状態で、まあ、来年の話をするのはまだちょっと早いかもしれませんが、このクラブがどうなっていかなくちゃいけないみたいな、ピッチレベルのところでは何か次の目標みたいのがありますか。次はやっぱりもっともっとレベルアップしないといけないと思いますし、 JFL のリーグはやっぱり強いチームばかりなので、もっと一つ一つのプレーの精度を上げたり、まあ、戦う部分であってももっともっと戦わないといけないと思いますし、まあ、JFL 上がれたのは本当に嬉しいですけど、まあ、まだまだここから、まあ、新たなスタートなので、今日が終わりというか、今日からまあ始まっちゃうみたいな、そうですね、はい、そういう感じですね。まあ、1シーズン、コーチでプレーしてきて、
もちろんプレーの面でパクリック選手が非常に優れた選手であるというのは私はもう大好きなプレースタイルなのであるんですが、そのコーチという街、はい、またクラブ、これから JFL、 そしてまあその先に見える J3、 J リーグというところを目指していく中で、パクリック選手が今まで の、 そのサッカー選手の人生の中でこのクラブにあとここが足されていく必要があるなみたいなのはプレイヤー目線でもいいですし、ピッチのことでもいいですし、何かお気づきの点がありますか？まあ、ピッチの面で言うのであれば、まあ、練習中、まあ、試合、そういう部分でもっと、切磋琢磨して、やっぱり下の選手が上を、まあ、ケツを叩くようにもっと競争があってもいいんじゃないかなっていうのも実際実感もしますし、まあ、その面でもその年のコーチは初めはすごくそれを感じたんですけど、まあ、本当に最後10月11月この終盤に差し掛かって、まあ、出てないメンバーであったり、ベンチのメンバーであったりそういうプレイヤーがすごく、出てる人たちを鼓舞してもっとやれ、もっとやれるぞっていうのをプレーで練習中に見せてくれたのがものすごく大きかったと思うので、本当に全体チーム全体で勝ち取った昇格だと思いますし、まあ、すごくその勢いも去年自分が J3 で優勝して昇格した時の勢いと雰囲気がすごい似てたので、まあ、今回決勝ラウンドを戦ってみて、まあ、そういう部分では1戦目はやられてしまいましたけども、まあ、2、3戦残ってる状態で全然焦りもなかったですし、まあ、全然負ける気もしないなっていうふうに自分は考えていました。Jリーグの場合は昇格が、まあ、リーグ戦の順位、はい、なので、はい、割と長い戦いの中で決まっていくから、力を、本当にチーム力がないとなかなか難しいと思うんですけど、この短期決戦、しかもかなりレギュレーション的に、試合間隔が狭い、かなり特殊な感じだと思うんですけど、まあ、そうするとその長い時間かけてこう強いチームを昇格する力を持ったチームを選んでいくというか、はい、っていうのとはだいぶ違う感じなのかなと思うんですよ。で、まあ、力選手はプレースタイル的に言うと、はい、やはりこう、パワーサッカーのタイプじゃ全然ないし、はい、いわゆるキックアンドラッシュみたいなタイプでもないし、はい、っていうタイプの選手なので、はい、おそらくそういうゲームの中で非常に大切な役割をコーチでも担ったと思うんですけど、割とこう目先の勝利を求めていったときにそういうタイプの戦い方というのがなかなか結果を得られないっていうことはあるかなと思うんですが、そのあたりは、自分のプレイヤースタイルも含めてこのカテゴリーが追い求めていくサッカーの質みたいなことは何か感じることはありますか？実際確かにもう短い期間での短期決戦というところで今まで自分たちがやってきたことってやっぱり下から組み立てて、まあ、ポゼッションでこう組み立てていくっていうサッカーになって、はい、やっぱ今日の相手の、京都さんはやっぱ蹴ってくる、うん、もうそれだけ徹底してるっていう部分、うんうん、サッカーに関して実際、予選でやった時はそういう感じでしたよ、ね、はい、もう思いっきりそうです、本当にびっくりしました、はい、実際ミーティングもして相手の情報も得てたんですけども、うん、実際やってみたらこんなにも蹴ってくるのかってちょっと試合中笑っちゃった部分もあったので、うん、いやでもあの試合特にそうでしたよね、はい、で、やっぱでもあれがあったからこその今日相手の分析できて、まあ、挑めたというのもありますし、まあ、その中ででも自分がもっと、今日の試合展開でももうちょっと中盤で落ち着くような、プレーであったり、まあ、周りをこうもっと落ち着かせるようなプレーがもっとできなきゃいけなかったんですけども、まあ、そこに関してあまり今日は自分の、プレーで結果を出せなかったっていうのはすごい、悔しいというかまだまだだなっていう部分を自分は感じているんですけど、まあ、その中でもやっぱ自分たちはつなぐサッカーで対照的に相手は蹴ってくるサッカーっていう今日はこういう場面でありますけど、自分がこのサッカーをずっとやってきてやっぱこれで勝ってもっとこのサッカーを奥深く追求したいっていう時にやっぱ対照的なああいうサッカーに負けてしまったら説得力がない、はい、なくなりますし、それじゃ何も証明できないんで、絶対負けてはいけない相手なんですけど、まあ、でもそういう中でも
今日は、まあ、できたかと言われれば正直できなかったという答えになるんですけど、まあ、でも本当にこの一戦勝たなきゃっていう時にやっぱつなぎながらもそういう蹴るっていうのも混ぜていきながら、まあ、いろんなことをしたら相手も、まあ、今日嫌だったと思うし、まあ、それでこうやって結果が出たので、まあ、リーグ戦を戦っていく時に関しては自分はもっともっとそこを追求してもいいと思うんですけど、ね、でもやっぱこういう一発勝負ってなった時に実際割り切りみたいな、はい、っていうのも肝心な部分もありますけど、でもそこは本当最後の究極な手段であって、やっぱできる限り自分たちのやってきたことで負けたならば後悔はしないんですけど、やっぱ1戦目みたいにやっぱり同じように蹴ってから自分たちのサッカーは何もできずに負けるっていうことが一番悔しくて後悔でしかないので、そういう部分に関しては今回自分もいろいろ経験として得れたのは、まあ、みんながみんな自分がやりたい理想のサッカーっていうのを押し付けるだけじゃやっぱチームとしてまとまらないですし、まあ、そういう部分で一人一人に思うの特徴もあるので、そういう部分を生かしていけたらもっともっといいチームになるんじゃないかなっていうのを、この大会を通じて自分はすごく学べたことが多分、まあ、自分の側をこうやって押し付けるんじゃなくて、もうちょっと周りの意見とか周りの選手の特徴だとか、そういう部分をもっともっと生かせていけたらもっと自分も楽なプレーになるんだなっていうのはすごい感じました。まあ私はなんかすごく力選手のその何ですか、その我なのかちょっと分かんないですけど、いやなんか我慢することないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、はい、J リーグで、はい、まあ、J3 で去年やって、はい、その J リーグの世界でもやっぱり勝つっていうこと、まあ、リーグ戦でありながら目先の勝利っていうのは、例えばまあ、J3 は合格は今のところないですが、はい、降格しそうになったりすると、まあ、そういう風にサッカーになっちゃったあるじゃないですか、はい、そういうサッカーって私はなかなか未来がないなと思っていて、多分パクリッキ選手もそういう思いがきっとあって、もっともっとサッカーっていうのを追求していく、そのボールゲームとしての質を高めていくというか、まあ、その中で、自分が何ができるかっていうところだと思うんですが、それはもう今後も多分追求されていくっていうことですよ。まあそうですね、うん、もうサッカー人生っていうのも限られてますし、うん、その中でやっぱりこうまだまだ全然見出せてないものもありますし、サッカーもずっと進化してるんで、そういう部分で劣りを取らないように自分も、まあ、JL 昇格しましたけども、まだ全然 J1 とか海外でプレーしたいっていう気持ちを常に持ちながら練習に向くと、そこの上手くなりたい、もっと やりたいっていう気持ちを忘れたら、正直草サッカーとかで自分はいいと思うぐらいなので、やっぱそういう人たちが集まってもっと強くなると思ってます、まあ、チームにも一回そういう話をして、やっぱ自分たちがもっと上を目指すっていう気持ちを打たないと上手くならないし、チームも強くならないっていうことを、まあ、伝えたときにすごい、まあ、チームメンバー各々も結構考えてくれたりしたと思うので、はい、それはこうカテゴリーを上げるっていうことだけの意味ではなくて、はい、そのサッカーとしての質を高めていくっていうことですか、ね、はい、今日は、まあ、ポイントというか、やっぱりみんなが何をしないといけないのかっていうのを一人一人が理解して、でそれが、試合に出てるメンバーだけじゃなく全員でそれが準備できたっていうのが本当にこのグラウンドの中の、まあ、こういう結果になったのかなというふうに思います。まあ、今回は対戦相手がどうこうというよりかは、はい、我々がああいう、こう縦に速いサッカーに対してどうするのかっていう、まあ、我々はどうするのっていうところを、はい、整理して入りさせます。そうすると、まあ、その先発相手の先発メンバーが違ったりとかっていうことがそれほどこう大きな問題ではなくて、そうですね、自分たちがやることをより明確にしていくっていうことの方が、そこに時間を使われたっていうところですよね。まあ、今回やっぱりその、まあ、メンタル面がすごくこう大事になるっていうのも分かってましたし、でやっぱり一番その選手が何をしないといけないのかっていう明確さが
多分この疲れをも吹き飛ばす、うん、あんまり迷わせないっていう、そこをすごくこう意識してやりました。5日間で3試合、予選ラウンドは3日連続の3試合という、しかもそのラウンドが1週間間があるだけで、賞味15日ぐらいの間に全てが凝縮されちゃっているこのレギュレーションありますよね。で、まあ私はそんなレギュレーションの中でコーチのような戦い方をするチームが勝ち抜けしたというのは、日本サッカーがまだ未来を持っているんだなということを感じましたけれども、やはりとはいえなかなかその目先の勝利というものを得ようとすると捨てなくちゃいけないものがいっぱいあるという現場もたくさんあるかと思うんですが、いやもう本当にそこのバランスはすごく大事かなと思います、うん、ただやっぱり自分たちのやりたいサッカーが明確にならないと、やはり選手も迷いますし、もちろん入ってくる選手たちもね、あそこに入ろうという気持ちにもならないし、あんまりその捨てるところがあんまり多いと良くないのかなっていう感じで、スタッフとフントとの話してやりました。ただやっぱりね、あんまり理想を言ってもね、本当に縦にもう蹴る時間帯ももちろん増えたのは事実ですけど、まあ、それは結局このレギュレーションに即したやり方にするとそういう方法になりがちだというのも一面としてはあると。そうですね、その通りだと思います。見事な勝利でおめでとうございます。ありがとうございます。本当に選手にチームにスタッフに、まあ、サポーターにもうみんなにもう感謝しかないです。はい、西村さんがこのまあそのこのユナイテッドする、ね、前の段階からコーチのサッカーのためにと、はい、このそうですね、セレクトにこうコーチの人たちがこう行って西村さんってなってからもう5年6年目ですよね。はい、6年目でやっと悲願の JF より昇格で、はい、やっぱり全て任せてもらえたんでサッカーの方は、はい、スタッフから選手から、はい、みんな自分の中でねやっぱり集められたら選手でやっと勝ち取れたんで本当に嬉しいです、はい、いわゆる、まあ、J リーグが担当してプロサッカークラブが特に例えば J1 がどう強化部がこうあってそのある程度の質の高い選手をこう集めてっていうチームの強くし方や育成年代のやり方、たくさんいろんなメソッドというかそのあるじゃないですか、はい、でこのカテゴリーは全く違う多分その、難しいポイント、例えば仕事、はい、この地域にどういい選手がいたとしてもどう連れてこれるのかっていうことを含めて西村さんがの責任でなんかこうやっていかなきゃいけない6シーズンだったわけじゃないですか。そうですね、今思い出すのはやっぱり最初のシーズン、やはり今まで社会人チームだったんでやっぱり夜の練習だったんですよね、うん、それをまずやっぱり本当に目指すんなら午前中みんなで練習したいということで、スタートは9人でした、はい、アルビレックス新潟さんから練習試合キャンプ中申し込まれて、野球ならできるけどまだ11人揃ってないと言って断ったのが一番最初の1月でした、はい、いい思い出です。いい思い出です。もう今となったら笑われちゃうけど、はい、いやすごいやっぱりそのまあ、苦労っていう言葉だとちょっと軽いなと思って、ものすごい年月だったと思うんですよね、この6シーズンというのは。スピード感としてはどうなんですか。いや僕自身がね、スピード感と僕自身がちょっとやっぱりサッカーを舐めてたというか、このカテゴリーをやっぱり知らなすぎて、はい、本当にやっぱり3年ぐらいでいけるんじゃないかなっていう自分の甘えがやはりすごく反省します。岡田武さんも同じようなことを痛感したんだと思いますし、はいはい、皆さんこっちのカントリーグにいる人たちもみんな、まあ、津波さんも同じこと言ってますし、はい、やはり同じですかね。そうですね、本当にやっぱりでもここのカテゴリーでサッカーする選手たちは本当にやっぱりサッカーのこと好きなんだな、やりたいんだなって、うん、だからやっぱりプロとは全く違う、うん、やっぱりモチベーションがあってね、うん、改めて僕やっぱりサッカーの魅力をこのカテゴリーに教えてもらいました。このクラブとしてもしくはチームトップチームとしてのですか、ね、このクラブの成長というのはこれからまだこうずっと続いていく、まだまだ続くわけですが、そうですね、次全国リーグというまた違うステージですし、はい、初めてのステージになるわけです、ね、そうですね、西村さんのキャリアにとっても JFL という自体が
また初めて、ね、初めてのキャリアです、はい、J3 や J2 とは全く違う、はい、何か今思う、まあ、目標とかこういうことを考えてる、その次のステージっていうのは今日も説に書いてありましたが、このネクストステージっていうのは、そうですね、やっぱりあの立場で考えることっていうのは、はい、もちろんあのカテゴリーをねできるだけ早くあの J クラブに、高知に J クラブがないんでね、うん、それを目標にできたクラブなんで、できるだけ早くやはり J クラブにはなりたいですが、ただやはりあのチームだけがね、うん、喜んでても仕方がないなっていうのが改めてこの社会人の、うん、またはあの地域リーグ、うん、で今回 JFL 鳴らしていただくその中で、いかに高知県の人たちとやっぱり一緒に、そうですよね、はい、そこを目指していけるか、ね、ここの方がやっぱりここをしっかりした中でやっぱり自分たちの、ワンカテゴリー上げるっていうことにチャレンジしたいですけど、まずやっぱり地域の方とどうやってやっぱり一緒にやっぱり作っていくかという方が今楽しみです。私もいろんな方といろんな現場をその町へ行って感じることなんですけど、町の人がまずサッカーを知るとか、例えば町にサッカーが文化がちゃんと根付くこともやりながらカテゴリーを上げていかないと、そのチームだけが急ぎすぎて J クラブになったとしても、はい、その後行き詰まるっていう、そうですね、その人やお金っていうのがちゃんと回ってないっていうのをたくさん見てきて、今根島さんがおっしゃったことは多分そういうことをやっぱり大事にしないとという意味なのかなと思ったので、そうですね、もちろんね、目標に向かっていくことは大事ですけど、はい、急ぎすぎると、うん、そうなんですよね、大事なものを見忘れて、はいはい、後ろを振り向いた時に、そうなんですよ、誰もやはり、ね、県の人が連れてくれなかったら意味がないんでね、多分ものすごいその大きな課題で、うん、はい、来年から、はい、西村さんはそれをまたそういうことをチームのことだけじゃないことも含めてね、そうですね、これをやっぱりみんなでやっていきたいですよね、そうですよね、はい、一人だけがやっぱりやれてもできないのはもう、そりゃそうですよね、本当その通りなんで、気持ちよく皆さんを巻き込んでって、はい、大きな集団にしていくで、そうですね、やっぱりサッカーもそうですけど、スポーツでね、なんとかやっぱりコーチが元気になって、ね、はい、子供たちがやっぱり子供たちだけじゃないですよね、はい、お年寄りも含めて、ね、おじいちゃんおばあちゃんもやっぱり、はい、2週間に一遍高知内で試合会場が祭りになるようにね、はい、はい、その通りです、ですよね、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です、また JFL でお会いできることを楽しみにします、はい、頑張ります、すいません、以上でございます、彼女も一緒に見てくれましたね、さあ以上で、今年の2019年の地域チャンピオンズリーグの特集はこれにて終了、また週明けイレブンでは違うコンテンツとしてちょっとこうゴールダイジェスト、ね、決勝ラウンドのゴールだけを作る動画とかいろいろこうクラブ別のなんかチャンピオンズリーグ特集みたいなのはイレブンじゃない、コンテンツでオフの間にはいろいろやりたいと思いますが、週明けイレブン的な2019年のチャンピオンズリーグ特集これにて終了です。高知といわきの2チームの方、改めまして JFL 昇格おめでとうございます。もうすぐね、次の木曜日に、ね、JFL の表彰式があってね、そこで正式に理事会もあって認められる、ね、感じになると思いますが、頑張ってください、2020シーズンということで、さあ以上終わり、次2019シーズンの JFL、 これも今日が2019年の JFL の特集の最後になります。最終節の取材2試合行ってまいりました。まずですね、前節までの順位表を確認しましょう。はい、こちら、トップ8、3位の FC 今治さん、 J3 参入が決定しておりますってね、こちらも合わせておめでとうございますってね、はい、優勝したのは4連覇ホンダ FC です。はい、以下このようになっています。武蔵野シティが4位と大健闘というね、ただいろいろありました武蔵野シティという感じですが、この後特集で武蔵野シティの動画1本目見ましょう。ボトム8、次の画像、9位 FC 大阪から始まり、これ前節終了時ですからね、最下位が琉球大ドラゴンズ、そして下から2番目ブービー、赤い線が引いてあるのは今治さんが J3 で参入を決定したので、ここがこの赤い線が残留
ラインですよという意味で15位の松江シティが22というですね、勝ち点差1というのが前節の状況でした。今日の特集の2試合目はこのドラゴンズと松江シティの直接対決を見ます。では先に武蔵野と相手はベルスパ、ベルスパ大分さん、はい、突如声で登場ラーテルさんが昨日取材してきましたし、はい、手出しの編集、はい、早速見ましょう。熱いご声をよろしくお願いいたします。どうぞ。こんな感じですよ、お客さん、うん、はい、何人ぐらいいたんですか。昨日はですね2600人。お、うん、いつもよりちょっと多いなと思ったんですよね。うん、野鳥の会実数確認でもそれぐらいいたなと、うん、と思います。ちょっとね、試合中に芝生席出てくるんで、参謀長は武蔵陸の景色見慣れてるから、あとは分かると思います。さあ、赤いユニフォームがベルスパー、青いのが武蔵野。久々に武蔵野シティがね、よくは武蔵野シティが来る。トップフォーですね、久々に。最初に、壊れそうとロー壊れそうとロー、はい、なので、はい、なので私が、うん、言ったシーンだけを見ながらします。ゴールシーンはありませんが、はい、まあ、どちらもね、守備が堅いチームでもありますでしょうし、うん、まあ、カウンターも鋭い、特に武蔵野はね、本当カウンターのね、カウンターで点が取れるっていうチームがあります。おお、おお、一人だ、これ誰ですか、11番の彼は。誰ですか。じゃあディレクターさんに調べてもらいましょう。はい、徳山大学出身だった気がします。すごいな、今の。すごいでしょ、ね、サイドバックですよ。ほら、結構いる。バックまあまあいるんですよね。おー、チャンス。カバー。あ、ちなみに、あれですね。あ、これ見ましょう。あ、でも学ぶことは気にしてあると思うよ。でも、実質的な作戦。あ、これ速攻の場面でしょ、カウンター。うん、やっぱ、どっちもね、カウンターは、すごいよねっていう印象が、ちょうど映ったのは、武蔵野のゴールキック1番の飯塚選手、この試合で最後引退を、ね、発表されてますからね、はい、長いですね、横浜時代のね、11年11シーズン。おーっと、あ、もう後半入ってますね。後半です。これね、武蔵野にサポートしないようにですか。7番の岩田選手ですね。どこに差し込めるかなって探してますね。まあ、右左、うん、ショートパス、縦パスやってちょっと探してますね。どうかなと。石原選手は怪我で出てないんです。あ、マジですか。はい、そうですか、はい、使おうっていうか、ね、そうそうショートパスはありますよね。
ベレスパ8位で、うん、6位で、うん、ですね。じゃあこの後インタビューですか、ね、はい、お手紙関係のこちらの方です。私のだけですか。わかりました、はい、では行きましょう。今シーズンの振り返りといったところなんですが、9月の末に、J リーグから、はい、J3 クラブライセンス条件付き交付ということになって、はい、そこからまあ観客動員のところが課題になってくるというところで、まあ、そういった、まあ、その J リーグに参入するというところ、まあ、クラブの運営サイド、はい、運営サイドのいろいろ課題はあったと思うんですが、まあ、チームを預かる監督という、まあ、指導する側として、まあ、そういった9月の末にそういったことがあった、まあ、これは寝耳に水だったのかどうかというところとかですね、あとまあ、それ以降 の、 そのチームマネージメントというところで、当然選手たちは、そういったところに影響を受けたのかなっていうのはありますし、まあ、そのあたりをざっくりとでいいんですが、ちょっとお聞かせいただければと。そうですね、私たちもちょっと降りると思ってなかったので、ただ現場としては、まあ、順位を求めるだけなので、やることはサッカーをやるっていうだけなんですけど、やっぱりあそこでライセンスが降りた瞬間に、やっぱり選手に一気にやっぱりプレッシャーが少しかかってきて、うん、で、まあ、ちょっと浮き足立つというかですね、ホームの少なくとも、まあ、ホームのでやった2試合お客さんがちょっと入りすぎちゃって、まあ、いつもやったことのない環境でやって、少しやっぱりパフォーマンスがその2試合は出せなかったと思ってます、うん、まあ、あそこでね、騒がなければ勝ったかもしれないですけど騒いで、ね、選手が変なプレッシャーだけ感じて2試合やって行きませんって言われて、何だったんだよっていう、ね、気持ちはプレッシャーだけかけて逃げられたみたいな感じはあるんで、まあ、ちょっと残念ですけど、まあ、それがチームの力なので、まあ、受け入れるしかないんですよね。であとはマネジメントとかでいうと、少しだから9月に2連敗して、まあ、守備がちょっと安定しなかったん で、 であとはまあその J3 ライセンスが降りて、まあ、ちょっと、なんて言うんだろう、勝ち点取りに行かなきゃいけないなというところが出てきたなと、まあ、自分の中で思ってたんで、なので、ちょっとまあシステムそこで変えて、10月からですね、変えたの、本田戦から変えて、で、まあ、正直、まあ、なんていうの、面白い、いいサッカーとか、面白いサッカーとか、そういうのをで考えると、全くできてないんですよね。で、ただ、結果はしっかりそこでも。しっかり盛り返し、2連敗した後に3連勝をして1分けしてっていう形で盛り返せたので、まあ、チームのバランスとしてはうまく盛りちゃんと勝ち点を少しずつ積み重ねていって、下に追いつかないように、疲れないようにできたのは非常に良かったなと思ってます。ただまた来年同じことをやれって言われると、またちょっと変わってくると思うので、勝てないと思うので、同じことやってもまた自分のやりたい、自分が勝てるようなサッカーというか、楽しい、まあ、観客が見ててしっかり心に響くようなサッカーをもう一回目指してチーム作っていきたいなというふうに思ってます。ほぼアマチュアなので、まあ、順位が今年出て、まあ、なんて言うんだろう、 J リーグをまあ目指すって言った瞬間で、まあ、なんとなくこう選手が集まりそうな雰囲気はあるものの、やっぱりお金を払ってないので、まあ、取れないですよね、やっぱりね。来るんだけど、お金出ないんだったら、じゃあ、他どこ行くとかっていうような、まあ、そういう形になってしまうんで、非常に難しい面が。で、あと、今年、順位が出たんで、多分、オファーが来て、まあ、誰かこう逃げていくというか、出てく選手も多分いるのかなって思うと、まあ、なかなか難しいです。で、軸となる選手はやっぱり、しっかり残して、少しでもお金、まあ、3人ぐらいプロがいるんで、一応。で残しながら、で、まあ、あとは少しでも、まあ、まあ、無給でやらせてるんでね、みんながサッカーを、それはすごく、なんだろう、心が痛いというかですね、まあ、だからここで頑張って、個人昇格するのはもう全然 OK だよって言ってるので、
ットも来季の、いや J リーグ目指すんだったら来季の戦力を確保したいから予算どんな感じですかって聞いたら、いや断念することだったからって言われて、そこで知った。だから逆にだから僕が、まあ、それをまあそれはもう上がるクリアするものだと思ってたんで、はい、2日後だから火曜日とか水曜日ですよね、だから発表される前日か火曜日って聞いて、いやちょっと実はこういう状況になっててっていうことで聞いたんで、まあでもやっぱなっていう感じですよね。やっぱり、ね、組織もそこまで強くないんで、今ってSNS でね、全部やる、僕らなんか努力したかっていうと、まあ、正直何も努力してないです。我々が取り巻く、まあ、関係者がやっぱり幅広くこう候補してくれたっていうだけだと思います。あと無料なん で、うん、でそこはやっぱり強い都内ですし、やっぱりいろんな人がいますので、いろんな人が、SNS に呼びかけてくれて、あそこまで来てる。僕らが何かやったかって言ったら何もやってない。人集めたことに関しては僕は評価しちゃいけないかなと思ってます、うん、あと無料で、今日も無料ですからね。で前回のまあ名残もあって、でやっぱりそのまま応援してくれてる人がそのまま来てくれたっていう、まあ、ちょっと勝てなかったのがね。 J リーグ J3 参入するためには、まあ、その JFL4 位以内っていうのが決まっていて、でシーズンの当初はその申請はしているけれども、まだそれがどうなるか分からないというか、受理されるかどうかというか、交付されるかどうか分からない中で、まあ、それでもチームはいい状態で来てたと思います。で、まあ、9月の末に、まあ、条件付きだけれども J3 ライセンス交付ですよということが J リーグ側から通達があって、まあ、そこからいろいろこのホームゲームで観客動員、もう本当に5000人とか4000人とか、今日も2600人です。すごい数のお客さんが、まあ、動員の努力をしたこともあって集まってきた、まあ、そういう状況がこう選手としてはこう急に変わった感じがあったのかなと思うんですが、あの9月の末にライセンス交付になって、でそこからチームで戦っていく、何かこう石原選手個人の中ではどんな気持ちの動きがあったか教えていただけますか。そうですね、まあ、去年はもう申請前に断念せざるを得ないという状況で、うん、はい、まあ、今年、まあ、申請が降りるかというところでは、まあ、微妙なところだったんですけど、まあ、いざ降りたとなったときに、まあ、順位的にもまだまだ上を目指せる順位であっていましたし、うん、まあ、チームとしても、まあ、申請降りたことで、まあ、そこに向かっていくというのはあったので、まあ、選手としてもやっぱりもっとまず順位、選手の順位がやっぱり確定しなければいけないので、そこに対してのより結果にこだわるようにはなったのかなっていう雰囲気は感じておりました。まあ、当然選手たちはその、まあ、来季 J リーグに上がっ J3 に参入したっていうふうになれば、自分のサッカーする環境とかっていうのが変わる可能性があるというのがもう目の前にあったと思うんですよ。で、まあ、そういう中でやってる選手たちの雰囲気はどんな雰囲気だったんですか。そうですね、やっぱり正直まだ現実味がなかったんですけど、うん、まあ、申請が降りて条件付けてありますけど、うん、まあ、そういう降りた中で、まあ、いけるんじゃないかみたいな雰囲気は正直ありました、うんうんうん、でやっぱりその中で、まあ、練習の熱量というか質っていう部分でも少し変わったかなっていう部分も感じてましたし、うん、みんながそこに向かってやっていたのでやっていたっていう状況ですかね。石原選手は、関東大学リーグから、はい、このクラブに入ってっていう形で今仕事もされしてる、してますよね、はい、で、なんか いろいろお話を聞くところによると、やはりこの仕事の方でもかなりご活躍されていると。やっぱり仕事の比重が少しずつ大きくなっていく中で、そのサッカーとの向き合い方というか、その今27歳ですね、はい、ですからいろいろ多分こう可能性がその仕事の方でも広がってきちゃってる時期なのかなと思うんですよ。ただ それでありながらサッカー選手という側面も持っていて、で、まあ、来シーズンもしかしたら J3 にクラブに、東京武蔵野がなったかもしれないという可能性があった中で、
やはり J リーガーになりたいっていう気持ちは、個人的には持ってらっしゃったのかなっていう。そうですね、まあ、やっぱサッカーやってる以上はそこは目指すべきところですし、うん、まあ、今こう働きながらサッカーっていう状況ですけど、うん、まあ、やっぱりこういう環境があるのに、うん、つながれる環境があるので、まあ、そこはやっぱり目指してはいるし、うん、そうすると例えば、まあ、今シーズンはその武蔵野はその J3 に上がれないですけれども、まあ、J リーグのクラブから石原選手に一緒にやらないかというオファーが来れば、それはまあ嬉しいことであるという感じですね。 そう、まあ、そこは率直に嬉しいです、うんうん、自分の活躍というかそれを評価していただいた話をいただけることなので、うんうん、そこに関しては素直にも嬉しいです。そういったそのご自身の考えも含めた中でこの終盤戦、まあ、トリオによっては少しこうそのJリーグの昇格とか参入とかっていうのに少し振り回されちゃった感覚も持ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、実際に今観客動員に協力を促しながらしていただいたり、実際にまあお客さんも4000人5000人と近く3試合中2試合入っていた中で、はい、少しその現順位もまあその時5位とか4位ではなかったと思うんですけど、はい、その近くにいて、はい、まあ、少し現実味が出てきた中で、まあ、いた断念せざるを得ないという状況になって、正直、まあ、モチベーション的にはちょっと厳しい部分がありましたけど、うんうん、ここが5000人4000人で埋まった時の、はい、こうピッチで立たれている時、はい、やっぱりいつもとだいぶ違う感じの雰囲気だった。そうです、なんかいつも違うようなざわつきというか、まあ、あんまり今まで感じたことないような会場の雰囲気だったので、うん、その中でプレーできたことは本当に良かったです。それがいつも続くと、そうですね、より選手としてはモチベーションになりますし、あとそういう状況になれるというか、はい、そうですね、これはああやって人数が入ったことがないので、うん、その中で実際にじゃあプレーするってなった時に正直結果が出てなかった、うん、結果出なかったので、うん、まあ、そこもやっぱり上に行くためには必要なのかなっていう感じもします。うん、以上です、はい。一応ですね、対戦相手のベルスパの須藤監督、はい、いろいろね、須藤監督ともサッカーの話いっぱいできたんですけど、はいはい、今回はですね、この武蔵野にちょっとフューチャーする形にして、うんうん、また機会があればそれはまた出していきたい。そうですね、うん、はい、すごくいい話ができました、須藤監督と。ベルスパのね、須藤監督、はい、ありがとうございました。はい、あと私からは、とにかく東京武蔵野シティ昇格とかそういう J3 とかことではなくですね、年間4位という素晴らしい結果、まずそこをみんなで褒めて、そう、ね、そうです、素晴らしいじゃないですか。池上監督の今年作ってきたチームのサッカーを本当にね、結果でここまでやってるわけですから、ホンダにも勝ちましたしね、うん、J3 に行くから見ようとかじゃなくね、うん、JFL でええじゃないかってね、どっかの誰かがね、昔から言ってる格言あるんですけどね素晴らしい、はい、池上監督本当にお疲れ様です。来シーズンも引き続きやられることだと思うので期待しております。さあ次の試合、はい、私が行って、昨日私が直接行ってきました茨城県龍ヶ崎タツノコフィールド、早速見ましょう。ドラゴンズ対松井セリー、これ試合前です。赤いねユニフォーム、ドラゴンズの大学生たち、こちら松江シティ、リラックスしつつもやや緊張感のある両チーム、ロッカールームに向かって選手の入場を行います。今の佐藤選手ですね、松江シティ8番、そして10番宮内、私が1年前にね、地域チャンピオンズリーグで出会ってね、スーパースターと私が勝手に名前をつけて、1年後のやはりどうだったかと思いますので、ね、こちらドラゴンズの下にレッカーとしてきました。そしてもうこの松江シティのスタメン、こちら顔と、
まあ今年私ね、松江シティの宮古田の本大府中との第一節からね、追いかけてね、タミヤウッズ選手フォーカスをしてました。すみません、これは私のもう好みの問題なので勘弁してください。はいはい、さあでね、松の間に今シーズンの開幕戦からこう定期的に松江シティを見続けてきたので、いよいよこれが今シーズンラストゲームだということで立派になりましたよ。勝てばドラゴンズね、勝てば逆転で15位になるというね、分かりやすい。ドローじゃダメ、ドローだと松江シティが15位フィニッシュ。さあこちら琉球のベンチ、中野先生と寺内さんということで、はい、中野先生にもいろいろお話は聞いたんですが、はい、特集インタビューでは出ません。はい、こちらベンチ、田中監督筆頭に控え選手、そしてね、松江から結構来ていただいてて、ね、絶対残留っていうね、用意してたのかって私たち、今回私撮影バックスタンド側から撮りまして、ベンチの様子もちゃんと撮れるようにしようと思いました。今前半始まりました。立ち上がりドラゴンズの選手たち、いい攻撃一発かまします。右サイドから真ん中にまた戻ってきますよね。ここウィッドン学内シュート1本目。さあまずスローインからターゲットを、ね、落とす。さあ混戦クリア、これまた拾ってます。松江のディフェンスラインが拾って1本縦パスと宮内選手触れずと、そして中盤のキーマン佐藤選手フリーキックね、さあここのシーンはですね、とりあえず前ボール取ったことは宮内選手ここまで戻ってくる、一人ドリブル、ちょっとここは寄せられて、もうねこの試合の松井シティのコンセプト全員守備って、もう宮内選手取りに後ろに戻ってきて、もうねワントップ451と言いましょうか、はい、このクレーボール一人で粘るっていうね、これファールアピールするんですがコーナーね、はい、このキック立て続けに2本、まず1本目クリア、もうゴールキーパーの目の前に密集してますから、キーパーにとってはもう守りづらい、うえっつどけどけと押さねえとみたいな。前半0-0のまま時間が進んでおりますが、まあやっぱり松江は絶対に失点しないっていう前半からそういう試合の入り方でね、すげえ今のランク綺麗にライン揃えて、ね、ラインアウトかと思う、はい、やはり2019年の開幕ゲーム宮古田で見た時の松江スティートは、うん、やってるスタイルが変化したなって、もう今日リアリストの現実の、そうですか、引き分けで残留できるんだというのを徹底したやり方だったので、うん、これスローインからですね、実は後半開始早々にねペナルティーエリアでドラゴンズの選手が後ろから押してファールで PK 獲得っていうですね、これここ後半開始早々だったんですよ。そして蹴るのが10番宮内選手、ドーン、待望の先制点、虎の子の1点、引き分け以上で残留ですけど先制するというわけでね、さあ実用となりましたドラゴンズ2点入れなきゃいけません、うん、でも引き分けじゃダメ、引き分けだと松江は残留15位ですが、さあもう松江カウンターですね、最後にもう攻めさせてカウンターでね追加点を取る、惜しかったんですよね、まあ、まだ続いてるんですけどね、これこれでまあこれコーナー取りましたから、ね、さあまたこんな感じ、まあ刻々と時間は過ぎていくんですよ、さすがにドラゴン選手ね 焦り始めてるんで、だんだんまあ下から繋いでいくっていうね、ドラゴンズの、うん、
アートがもうやってる場合かという感じになって、そこしてるうちにああやってかっさらってくるんでね、これも見やすいしなんでね。フォアチェックね、前線からチェイシングして取って、ね、後ろの押し上げを待てる、そしてまたこう中盤で奪い返す。これ去年の地域決勝で見たシーンだな、うん、ハイプレッシャー、奪ってショートカウンター、これこそ松江の強さですね、みたいなのがね、この時間帯はちょっとあったなっていうね。まあでもやり方としては徹底してますよ。さあこれはドラムのカウンターなんですけど、逆サイズにね、なんかしないと破れないですね、入れてくっていうか、あこれそらしてきた、決定的だったんですけど、思わずスタジアム同様に見えた。お、まあ、クリアで。さあ、これがほぼラストチャンスになるの、後半45分近くで。えい、マジか。えい、これすごい。おぉ、いいポスト。あ、ポスト。ここで宮瀬さん、足つったか負傷、まあ多分これ伸ばしてるんで、つってるんで、まあ、このままあの交代します、ここで45分間ぐらい、ドラゴンズ、もう最後ね、あ、でけえな、でかいな、トップに入れるのかと思ったら、普通にあのバックスでした、そしてこれ、もう最後、ここね、クリアだけど、このフォアチェックがね、やっぱ。すごいな、このミスを踏んでね、普通に打ちたいところをね、コーナーキープですね、大人、コーナーキープだ、大人、状況分かってる、ね、状況分かってる、1-0 でリードしてる、時間使わなくて、こういうの、かしまるんですか、そうですね、何ていうんですか、J リーグ業界用語ではかしまるんですか、コーナー通る。またね、また時間ですか、いわゆるタスクははっきりしてるんで徹底するっていうね。さあ気になってるベンチ立ってるな、ね、これアディショナルタイム、2、3分経過してる、応援の人はもう顔を覆ってますね、祈ってますよ、中央のね、女性の方もね、終わって、早く終わってみたいな宮瀬選手もね、ベンチコートを見て守るっていう、ね、さあこれで試合終了です、ラストプレーです、さあ、では試合終了の瞬間から雰囲気を楽しみください。この後に試合後の松江シティの監督、コーチ選手のインタビュー続きます。選手たちが言われたことをね、しっかりやってくれたんで、まあ、またね、来季またどんな形になるかわからないけども、今年は本当にこう思いのほか、サッカーって難しいねと改めてね教えられたし、ただその中でこうめげずに最後までやらせてくれた、まあ、クラブとね、応援してくれる人たちに感謝したいと思います。そうですね、はいはい、もうとにかく今日はもうディフェンシブに、もうなりふり構わず恥ずかしいとかそういうことじゃなくて、今日の試合っていうのはそれをやらないと勝てないとですよね、そういうことをみんなに言って、共通理解のもと全員がそれを達成するということです。試合終了までぶれずに徹底してピッチに出ている選手が ね攻めに行かないし、行った時にはそうですね、セットプレーを取って、はい、
でそのチャンスの中で、点が取れれば、まあ負けなければいいわけですね。当然ですから、この勝ちの状況ですから負けないということを最優先して戦い方は何だということですね。その分選手がもう脳みそに入ってしっかり、はい、選手たちが本当に納得してね、最後までやってくれたから、ね、結果になると。まあ、去年の中継が終わって3月会見、JFA ハウスでの会見で、はいはい、もういじめないでくれって言ったのにね、みんないじめてくるんやね。江越さんも武蔵川は今年はもう残留が目標に決まってるだろうっておっしゃってましたから、見事にここで帳尻を合わせてきて、さすが予言ぴったりなんで、ね、シーズン通してって意味で、やはりこの松江シティ JFL1 年目、田中監督としても、初めての JFL をワンシーズン、今思うこと、この今日の試合以外のことでどうですか。ですね、まあ日本のサッカーっていうことを考えたときにはこれじゃいかんと、うんうんうん、ただこのリーグで勝者になって、J3 に行くのもすごい難しいと思う、うん、それはスタイルの違うサッカーがたくさんあって、うん、でやはりこう今の日本の代表チームを見るとこういうサッカーしない、うん、今出てる選手です、はい、もっともっとハイレベルなんだけど、このリーグで学ぶこともあるんじゃないかなと思う。いざそれができなくなった時に、うん、じゃあどうやって、うん、守って、はい、どうやって攻めるんだと、はい、いうようなことが分かるリーグなんじゃないかなと思う。決してこう何時下に見てるわけじゃなくて、うん、やはりこう華麗なサッカーを目指すっていうのは大事なことなんだけど、その中にやはりもう根源っていうかね、今日みたいなゲームで選手たちが一つになって言われたことをしっかり守り抜いて、ディシプリンをしっかり持ってやってくれたんでね、そういうことがすごい大事かな。やはり今日終わってホッとするっていう気持ちの方が大きいですか。ホッとするっていうのも逆にやったっていう、最初はね終わった時点で達成感、やった、うん、でもいや疲れたなーっていうのが疲れたなーって感じですかね。そうだね、やっぱりあると思う。だって悶々としてる期間が長すぎるもん ね、 そうですね。やっぱりこうね、いい楽しいね、こう見ててワクワクする作品やりたいけど、本来はもっとワクワクしたいっていう ね、そのストレスもありながらの約8ヶ月でしたから、しんどいですね。どうですか、ベンチでずっと厳しいシーズンだったんですけど、はい、まあ、本当に今日初めにね、みんないつもの以上のなんだろうな、やってやろうっていう気持ちも見えたですし、まあ、あとは、まあ、最初にもうみんなを信じて、まあ、僕らもピッチに送り出してるんで、まあ、本当ピッチの中でもみんな仲間を信じて頑張ってくれた結果が、まあ、本当1対0という結果で、まあ、JFL 残留っていうのができたと思います。今はもちろんコーチとして指導者の道を進んでますが、はい、現役選手としてもこの J もしくは JFL、うん、それこそ地域から JFL いろんなものを見て、特に鳥取時代のこともありますし、はい、この今シーズンの松江シティの JFL の1シーズンというのは一体サネムさんとはどういう多分新しい発見の連続のシーズンだと思うんですが、まず本当にどうでしょうか。鳥取を退団、ね、やめてから松江シティで、はい、地域リーグの時に選手としてやらせてもらったんですけど、はい、本当にその時はもう JFL に上がるということでしっかりとプレーさせてもらって、まあ、現役を引退してもコーチとして残してくださったんで、で、是が非でも JFL に上がりたいっていう思いがあって、まず去年それを達成して、そうですね、去年本当にそれが達成できたっていう部分はすごい大きいですし、まあ、本当に久々にね JFL っていう舞台で、はい、まあ選手じゃないですけどチームとして戦えるっていう部分ですごいワクワクしてたんですけど、まあ本当に蓋開けてみれば、初めて見たらどうでしょう、JFL、まあ、僕が鳥取時代と同じように、はい、そうですけど他の上位のチームも本当にいいチームですし、まあ、でもそれを1年で経験できたっていうのは、はい、まあ、今後の松江シティっていう部分で、うん、すごいいい経験になったと思いますし、まあ、本当に、ね、最終節までこうやって厳しいというか戦いができたっていう部分は松江シティのチームにとっても今後のねプラスになると思います。一番年齢的にもあと経験値という意味でも具体的に言葉で兄貴分として声かけれるのはやっぱり三浦さんの存在だったのかなというのが僕が見てて、まあ、僕自身もプレイヤーで ね当然松江市でプレーしてたわけです、ね、まあ、降格もあったし、昇格もあったし、昇格逃した時もあったんで、まあ
今より選手よりかは経験はしていると思うんで、はい、そういった時にの経験がね、今日に生かせたのかなとは思いますけど、ね、佐野さんにとっても選手にとってもものすごい多分この経験が次のそうですね、またね2020年につながるんで、はい、まあ本当次ね繋げないと ねいけないですよね。あとね、ここまで茨城まで来てくれた、うん、サポーターの方が来てくれたんですよね。町の人たちももっともっとね、松江シティのことをもっともっと身近に感じて応援したいっていうのはね、そうですね、はい、頑張っていきたいと思います。引き続き、はい、今日の試合っていうよりは2019シーズンの JFL 初挑戦のシーズンはキャプテンにとってはどういうシーズンでしたかというのを聞かせていただければ。そうですね、まあやっぱし地域リーグのような風にはうまくいかなかったなっていう、まあ、思いがあるのと、まあ、やっぱり本当一つカテゴリーが上がるだけでこれだけ、まあ、レベルが高いのかっていうのをまた感じることができましたし、本当今までやってきてすごいこの1年でいろんなことを、まあ、経験したなっていうのがあるので、まあ、絶対この経験っていうのは、まあ、次のこの同じステージでも生きると思うんで、まあ、本当一人一人が生かして次は自分たちの力で、まあ、しっかり残留して上に行けるように、まあ、頑張りたいなというふうに思います。選手は、そうですね、まあ、これまで、まあ、30試合ちょっとやってきて、まあまあ、本当に、まあ、運も味方に寄せたかなっていうぐらいの、本当今治が、まあ、G3 に昇格したことによって、うん、チーム降格しなくなったりとか、まあ、そういうのもまあ、あって、まあ、でも最後はやっぱりもう勝ち点1差だったんで、で自分たちでもう掴むしかないっていう状況だったんで、まあ、何としても勝つっていうのをまあみんなで話してて、まあ、この本当今日の最終戦までの、まあ、2試合ぐらいは本当取り切れるところで取り切れなかったりとかあって、まあ、自分たちでまあ本当に首を絞めてた部分もあったんで、まあ、本当に最後は自分たちの力で、ね、勝ち点3を取れたっていうのが、まあ、嬉しかったです。負けないことを優先するというか失点しないっていうことも割と徹底してた戦い方だったかなと思って見てたんですけど、まあ、そうですか。ですね、まあ、まずはまあ失点絶対させないっていうのは、はい、うん、もう自分たちで決まりごとだったんで、まあ、でもまあそこの中にチャンスがあったらどんどんやっていこうっていう、まあ、自信持っていこうっていう話はしてたんで、まあ、そんなにめちゃくちゃもう守備に転じるとかいうわけではなかったです。ですね、ピッチに出てる11人ナーバスな感じはなかったですか。なかったですね。まあ、本当に自分たちでもうみんなで鼓舞しながらもう自信持ってやろうっていう感じの雰囲気はありました、ね。うん、はい、個人としては、まあ、やっぱり自分の持ち味はやっぱりドリブルなんで、うん、まあ、そこは、まあ、この1年通して、まあ、通用したんじゃないかなっていうのは感じますけど、まあ、やっぱり年間通してやっぱパフォーマンス上げないと意味ないと思うんで、うん、でまあ、自分の場合、まあ、前期の方に結構点取れてたんですけど、うんうんうん、後期全然点取れなくて、ね、まあ、チームに迷惑かけてたんで、まあ、本当昨日の夜とか、まあ、今週の頭から絶対今日の試合は点取ってチーム救わないといけないなって思ってたんで、まあ、もうちょいやっぱ年間通してやっぱ点取れたり、まあ、アシストできたりっていう選手にならないといけないなと。はい、以上松江のコメントのみで、すいません、残留を決めた松江シティということでインタビューを4名の方にしました。田中監督、三年信コーチね、田中監督の右腕でずっとベンチで一緒にやっておりました、キャプテンの田平選手、そして、ゴールを決めたね、 PK を決めた10番の宮内選手、以上4名。もう今日ですか、月曜日松江シティが公式で発表した田中浩二監督が、監督は退任ということで、おそらくね、多分クラブには残るというかね、強化の仕事は雰囲気的にね。ただ私も昨日直接もすでに話してまして、はい、まあ、そうなるだろうという感じで、はい、そんな話をしておりましたということをちょっと付け加えて、で、画像の方はですね、最終順位見てもらいました。トップ8の方1枚目、武蔵野シティね、素晴らしい48位ね、J3 参入を決めたね、今治と勝ち点3差しかなかったということはね、いかに池上監督が作ったチームが素晴らしかったかということですからね、うん、はい、ライセンスだけがサッカーの基準じゃないですよっていうことを改めて申し上げます。さあ、5位以下がこのようにね、大阪がトップ8に食い込んだんですね。ホンダロックとテケの宮崎勢が5、6と
九州勢がなんか目立ちますね、こっち。じゃあ、ボトム8、ドン、ミオ、ビワコシガが9位で、ビアティーン、マルヤス、なんか東海地区ですね、ここ2つね、関西東海地区、鈴鹿っていうね、そして東北のライメール、そして関西の奈良クラブ、まあ、ここまではもう、34からね、38、9っていうのはね、中位グループの団子で、そして下2つ、松江シティ、勝ち点3上げて25で残留、自動残留ってやつですね。そして琉球大が、まあ最下位なので、このまま行くとっていうね、来季は関東一部リーグというね。以上、まず JWA の最終節のレポート、残留争いみたいなところで動画終了です。続けて12月に入りまして、シャークイレブン年内あと4回、今日入れて4回、4週間あとやるんですけど、はい、4回に分けてですね、うん、さて9つの地域リーグ結局どうなったということを順番にやんないとですね、年を越しちゃいけないということで今日はですね、まあ、早速さっきのねドラゴンズのことが終わったんで、関東リーグの一部二部のことをちょっとやって、今日はここだけ、はい、9つのリーグの中の1個だけやります。今見ていただいている画像は関東一部の、これは何ですか、今年のまず結果ですね。ボンズが優勝してとかね、二部の方はクリアソン新宿が優勝して、多分青い2つが、一部昇格ゾーンだよという、ね、うん、はい、この時点ではですよ、これ9月末時点の話なんですけどね、うんうん、2枚目の画像出すんですかね、どうぞ。さあここからもうね、もう文字がいっぱい情報量が、うん、皆さんね、あの、はい、アーカイブで見てる人は一回画面一時停止してみてください。ドラゴンズがね、先ほどの JFL のね、先ほどの琉球大ドラゴンズが関東一部に降格するケースを想定して作った画像ですっていうね、うんうん、はい、もう細かいこと読むと大変なんで、こんな感じっていう、まあ、問題はこの赤い枠ですね。まず一部の下、入れ替え線ってなってる、まあ一個昇格したのがクリアソンで青い枠、これ決定なんですけど、東方チタニウムはですね、8位の一部の8位の23と入れ替え戦をやらなければいけないという、なんでかというとドラゴンズがこの関東一部リーグになったので23は自動残留枠からですね、入れ替え戦をやることになる、回るっていうことですね。そこにもうね、9月の末に関東一部リーグ終わったんですけどね、うんうんうん、2ヶ月ちょい待たされて真剣勝負の試合がここから、ね、このカレンダーによると、このね画像にもありますが、12月8に、2試合ね、この関東リーグの入れ替え戦が組まれてるっていうのが、多分1試合目が、あ、2試合目の方が13時半が多分東京23対チタニウムの方だと思いますが、詳しくは関東リーグのホームページで皆さんご覧ください。そして2部の右側は、まあ、上から3番目はさっきの話で同じなので、一番下、まずオレンジ枠は関東社会人サッカー大会から上がってくる、これ優勝したザスパクサスチャレンジャーズ、あのザスパクサスのチャレンジャーズ、はい、チャレンジャーズがやってくる、群馬勢が上がってきました、はい、そうですね。そしてもう一枠はですね、ボンズ市原ベル、あのボンズのセカンドチーム、セカンドチーム、はい、左側にもいらっしゃる、はい、あの秋田二カホですげえ熱い試合やったボンズがのセカンドチーム、セカンドチームが、はい、このベルフェ焼いた、関東2部の8位で終わったチームかな確かと入れ替え戦をやって、うんうん、っていうのがね、はい、本日言える最新状況、それが今の予定だと12月8日にこの1週間後ですね、2試合同時にこの入れ替え戦2ゲームがあるので、ZA オリブル、 ブル、まさにボンズベル、これはホームね、これはぜひ行っていただきたいです、ね、ぜひお近くの方ね、まだまだ実は関東リーグ終わってなかったんですよっていうね、うんうん、以上今週第84回である地域リーグ昇降格情報のコーナー終了。さあ最後です、エンディング、マナちゃん登場、お便りコーナー、じゃあ参謀長黙るんでマナちゃんにここからお願いします、どうぞ。はい、最初のメールはまずは、奥ちゃんさんからです。参謀長、スタッフの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。週明けでも、投稿を何回か取り上げていただいたオーバー35歳の長野県選抜チーム、セレソン長野、3年連続準優勝、今年こそ全国優勝を狙って挑んだ今年のスポーツマスターズでした。お金がなくて
20年以上前の国体選抜チームのお下がりユニフォームで大会に出場していたセレソン長野、今年はサポーターの寄付で新しいユニフォームを購入し挑みましたが、なんとまさかの予選ラウンド敗退。翌日の決勝ラウンドがなくなったので、その夜岐阜の駅前の居酒屋で応援バスツアーのサポーターと選手数名で大反省会で大盛り上がり、そして10月26日、松本市内で選手サポーター総勢50名で2019年活動報告と打ち上げを行いました。記念に作成した DVD 見たり、松本山が OB 長野県リーグ他セレソンメンバーの皆さんがノリの良さでここでも大盛り上がり、全勝を戦い終えたばかりのアルティスタ浅間の柿本監督も駆けつけてくれました。選手たち、地域で頑張っている J リーグ OB、県リーグの選手たち、シニアサッカー世代の活躍をこれからも応援していきたいと思いますとのことです。奥ちゃんさん、ありがとうございました。続きまして、白竹さんからですね。参謀長スタッフの皆さん、こんばんは。白竹です。今回は YSCC、安彦選手、浅川選手が主催するJメシ会に潜入してきました。 YSCC 選手の最初ということで、 J サポさんたちの飲み会と思いきや、いろんな業種の人たちが集まっていて、サッカー見たの初めてなんて人もいました。サッカー選手はサッカーだけしにしてちゃダメという2人の思いが伝わってきました。ぜひ皆さんも機会があったら参加してみてくださいとのことです。白竹さん、ありがとうございました。以上の2通になります。はい、ありがとうございました。お便り募集もやりましたもんね。はい、じゃあ、先週第83回で、藤枝前 FC の森島選手のスパイクプレゼント、先週の放送で締め切ったんですが、多分来週ぐらいに発表できると思いますで、いいですか、言い切っちゃってね。今夜はまだ当選者のあれができてませんが、はい、お楽しみにというね。ではあ、なかなかのいい時間でライブ放送21時26分を超えましたので、今夜の84回放送は以上で、来週は12月の9日月曜日夜、多分7時45分からかな、はい、には大学サッカー特集、夏に一度やりました、今年2019年の夏に、第2弾ですね、大学サッカーを特集する、今度はインカレ、インカレとは何ぞやは8月の時の特集を見てくださいという、ものすごい投げっぱなしな、言い方しますが、来週詳しくインカレとは何ぞや、ね、おそらく12月に始まる大学サッカーの大会なんでね、ぜひご注目を。そして多分、この特集の前後には残り8つの地域リーグの最終結果がどうなったかということもやると思います。以上、今週の放送終わり、長時間見ていただいたいただいてありがとうございました。まなちゃんも遅くまでお付き合いありがとう。また来週また見てね。この後週明けプラスやります。ではおやすみなさい。一旦さよなら。